えー、おはようございます。こんばんは。えー、農家と農園集でお送りしてます。一分源インタクト。今日も情熱草チャンネルのニスと虎川からの配聴となります、えー。恥ずかしいですけど、石川県が、能登の国と加賀の国ということですね。えー前えー、加賀ファン、えーえー、江戸幕府ですかね、えー。ご大老の一人かな。前田利恵ですかね。えー、ちょっと余談ですけど。 市と待つかな市へと待つかなそういうことで、皆さん、香川に来てくださいということで、知事も言ってますね。ま、被災地は大変ですけど、金沢ですね。香川の国ですね。はい、ちょっと余談になりましたけど、この情熱草チャンネルのニュースのトラックから、長谷広市、石川県知事、石川に来て大きく速達行って参りました。石川県議会。 議員第2かな大臣さんに聞く震災後の石川県の状況ですね。これ、ジョネさんの後輩ですかね。これ、早稲だったですかね。弁論部かな間違えていましたら、ちょっと訂正、大学ちょっと分かりませんね。弁論部の後輩かなこの石川県の議会の議員さんでね、不破さん。金沢が中心みたいですね。まだまだ、あ登は被災地に入ってないということで、 なかなかあ景気よくなるために皆さん知事も言ってますけど金あ石川県に金沢に来てっていうことですね能登、まあの,の方,方はちょっと大変ですけどこの加賀の国ですね、えー、そういうことで、えー、改めて、えー、元気を出して自粛じゃなくて本当に相手の意を示しますけど、えー、元気になって経済を回復して能登、えー、は本当にその波及効果でということで拝聴、えー、させていただきました。あはい、えーえーえー はい、えー、マサートもこの、お加賀のお石川に権力でに行きたいなという思いがありますけど、なかなか現在厳しいですけど、はい、えー、マサートです。マサートもこの YouTube チャンネル、うん、登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。一緒に、えー、聖書を学びたいというお友達を、えー、募集しています。えー、次回の1分間におでおをいたしましょう。マサートでしたら、しゅげです。パシャンブレジュ、シャロム、シャロム、シャロム。